はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。え早速、ビットコインの冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですが、現在47,300近辺ですかね。で、マーケット今推移をしてるんですけれども、まあ、一時期いったまですね、46,500近辺までは下落をしていました。で、反発としてちょっと弱いなというような印象はあるので、 まだ下落の方向への短期的な動きっていうのはちょっと見ていてもいいかなと思いますしまああとはこの MACD ですねあのネガティブのトレンドの方に今ちょっと入ってきそうではあるので、まあ、この辺りを見てみると短期的にはまだ下落の,あのこの下根をですね追っていくような感じにはなりやすいかなと思っていますあとはですね他にもいろんな仮想通貨ビットコインだったりとかについての、まあ、結構ネガティブな、まあ、プラスもそうなんですけれども ネガティブだったりポジティブなコメントがいくつか出ているので、まあそのあたりを使いながら皆さんと一緒に現在のマーケットの方向感をちょっと見ていきたいかなと思っています。はいで。あとはですね、ESA ーーについても、えー、3700をちょっと割れたところですかね。ところまでは一旦落ちていて、まあ今、あの、小さい反発をしているというような状況ですかね。まあ反発というほどでもないんですけれども、 えこちらも同様で MacD については、えー、ネガティブなトレンドに短期的には今入ってきている状況なので、まあ、ちょっとあのテクニカル的にはあの買いづらい状況にはあるかなと思うので、まあ、ここであの拾ってみようかなとかっていうよりももう一段やっぱり落ちたタイミングで狙っていきたいかなっていうのは正直僕の中ではありますよねで現在ちょっとオーダーを入れているんですがこの黄色のバンドの加減で今3550近辺で今入れていますで、まあ で、まあ、その後に段階的にいくつかポンポンポンと下に入れているんですけれども、ちょっと今のマーケットの動きを見てみると、もう少し大きく下がってくるタイミングあるかもしれないなと思っているので、ちょっとオーダーを下の方にずらそうかどうかっていうのを現在検討しているような状況ですかね。はい。まあ、このあたりは後ほどの分析を見ながら考えていきたいかなと思っています。あとは結構気になっているのが、トップ10の、時価総額トップ10の トークンについて結構下落は見えてきているんですけれどもまああのそんな状況の中ではあるんですがここ最近好調のテラだったりとかあとは非常に注目をされているポリゴンだったりとかあとはこの動画でもあの一度取り上げたニアですよね。そのあたりのり ここ先にちょっと来てますよっていうようなレイヤー1のトークンだったりとか、えー、レイヤー2のトークンとかっていうのが、まあ、結構底堅いパフォーマンスしているので、あのまあ、全般的にガツンと落ちてるとかっていうよりも、まあ、結構時価総額トップ10の中の、えー、トークンが狙われて売られてるというような状況には、えー、今なっているような感じですね。はい。なので、まあ、マーケット総旗館というよりも、まあ、局所的に売られてるものは売れてる,売られてるし、買われてるメ柄については、 買われてるし、というところで、まあ、若干その株式でいう中での、えっと、セクターローテーションみたいなっていうのが、まあ、起きているんじゃないかなと思うので、あの、もう少しその悲観的な局面みたいのはえ、もう少し時間を経ってから、あの、もしかすると来るかもしれないなっていうのは、あの、値動き見ても感じられますよね。はい。なので、もう少しちょっと様子を見ていきたいかなと思っております。はい。で、ここから、皆さんと一緒にですね、他の もろもろ仮想通貨に関連したニュース、チャート分析なんかも見ていきたいかなと思っております。で、その前になんですが、えー、このチャンネルをですね、まあ、いつも見てくださっている方で、えー、まだ登録されてない方はですね、ぜひ、えー、チャンネルのサポートも含めて登録していただけると嬉しいですし、あとはですね、ベルボタンも押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、早速、えー、見ていきたいと思うんですが、こちらですね、クリプトコアントの、えー、データ分析になってます。で、えー、このブルーのラインなんですけれども、 えっと、今ですね、サ,、えー、サプライ、すみません、ステーブルコインサプライレーションというふうに言いまして、計算の式なんですが、えー、っと、まあ、ビットコインの時価総額割る、えー、ステーブルコインの、えー、合計した時価総額になっているので、今これどん,どん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 下がってますよね。で、これはビットコインの時価総額が下がれば下がるほど、もしくは、えー、ステーブルコインの時価総額が上がれば上がるほど、このブルーのラインは下に行くと。で、これはどういうものを意味するかっていうと、 まあビットコインがあの今ある程度、まあ、あのマーケット取引されてますけれども、まあ、それに対してどれだけ今ステーブルコインの買い与力が今あるかっていうものを示していますなのでまあこれが下がれば下がるほど、えー、まあ買いの圧力がマーケットに存在するというようなものを、まあ、一つの観点から示すものになっているんですけれども、まあ、今これがどん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 下がってきているんですが、まあ、僕の今の個人の資産の動きをあの見てみると 買うためにもちろんステーブルコインにも入れてるっていうのはあるんですけれども、まあ、結構やっぱり DeFi だったりとかの運用でえ使えたりもできるので、まあ、積極的に買うためにステーブルコインに今買えてるとかっていうわけじゃないんですよねなので、まあ、この動きを見ていると、まあ、これが下がってるから、まあ、ものすごく買い圧力が、まあ、買いのパワーが、まあ、潜在的にはあるんですけれども、まあ、それが本当に、えー、ビットコインだったりとか他の仮想通貨を買うために 使われている買うために、えーまあ、保管されているかステーブルコインがあの買い待ちの状態にあるかっていうと、まあ、少し僕は疑問かなと思うので、まあ、一応そのポジティブなブーリッシュに向けての,あの見方だったりっていうのはあるかとは思うんですが、まあ、これがものすごい強いインジケーターになるとはちょっと思えないなとは思いました、まあ、一応その分析の観点からこういったのもあるよというのをちょっとご紹介させていただきました。 で、もう一つなんですけれども、えー、これは現在のですね、おそらく確かこれ4時間足かな。4時間足で、今このダウントレンドがあ、まあ、下支えにはなっているんですけれども、ありますと。まあちょっと大きいチャートで見ましょうか。えー、こちら今のはビットコインのチャートではあったんですが、えー、っと4時間足で、えー、見てみると、まあ、このラインですね、これが一応サポートにはなっているんですが、このまあ5万3 0近辺のところで、あのーまあ、ここがレジスタンスに サポートにはなっていたところを大きく抜けて、まあ、次はレジスタンスに上を押さえるようなラインになっていてそこをまあリジェクト、まあ、の抜けることができなかったのでまた今下がってきているような状況にありますよというのがさっきの局面の説明になっていたんですが、まあ、やはりこの5万ここかな、えー、5万6000とかのこの一旦の大きなダウントレンドのラインをまあ抜けていくかどうかというところの、まあ、一旦勝負をしてでそのまた先に この短期的なダウントレンドのライン、この辺りで言うと大体まあ4万3000ぐらいですかね。まあ、この辺りをトライしに来るかどうかっていうのが一つ見方としてはあるんじゃないかというふうに見てる人もいます。で、まあ、これ結構あの、まあ、どうかなというふう思う一方で別の分析と組み合わせてみると結構現実的かなと思ったのでちょっとあの合わせて見ていきましょう。でもう1つ、 あの見ていきたいニュースなんですけれども、まあ、今この4万7000近辺っていうところを、まあ、一旦ちょっと割ってきている状況ではあるんですけれども、えー、ここであの買うのは今リスクリワード的には結構いいんじゃないですかっていうような記事が一つありますとタイトルはですねで中身を見ていくと,、えー、と4時間足の RSI で、えー、結構加減のバンドまで今達してきているので、まあ、ここですね はい、でこの辺りのインジケーターを見てみると、まあ、買いなんじゃないかっていうふうな、まあ、意見としては、うんうんまあ、確かにななるるほどとといううのはあ,のあると思うんですねで、まあ、そんな中この記事の中でもう一人あの意見をご紹介されている方があの取り上げられている方がいらっしゃるんですけれども、えっと、過去のこの取引のボリュームを見てみると今っていうのは、まあ、そんなに大きな取引が起きてないと。 で、そういったところを見てみると、まだセリングクライマックス来てないんじゃないのっていう意見もあるんですよね。で、まあ、その観点から見てみましょうと。で、これが現在4時間足のチャートになっていて、4時間足ではテクニカル的に見てみると、RSI のインジケーターで買いっていうような風には見えますよねと。ただし、これを冷やしに変えてみると、 今ボリュームほとんんど出てないんですよで過去の大きな、まあ、売りの局面見てみると例えばここでもいいですけどもこうガツンと大きく売りがあったりとか、まあ、あとは売りの局面だとここですかねここでも売りの,あの立ってのボリュームのバーがバーンって出ていたりとかここもまあ出ていますと。で現在こんな状況ほとんどバーが立ってない状況でもあるので、まあ、ここはもう一旦セリングクライマックス来るんじゃないかっていうような 見方もあるといいうなのが紹介をされています。でまあ、僕もどっちかというとこのボリューム全然出てないよねっていうところを見てみると、まあ、かなり今マーケット薄いので、えー、短期的な前誰かの売りでバーンと大きく下がったんですが本格的にここで買いに入るかどうかっていう観点からするとやっぱりもう少し売りの,、まあその本当に悲観的な売りのボリュームみたいのは欲しいなっていうのはありますよね。ささっきも皆さんと一緒に時価総額ランキンキグ、 ののものを見ている中で、まあ、結構売られているコイン買われているコインがいくつか散見されてましたけれどもこれがやっぱり全面的に売りっていう方向に傾かない限りは、まあ、ちょっとなかなか入りづらいような状況ではあるかなと思ってはいますなのでこの3700まあそんなにまあ3700いいサーですねでビットコインについては47000近辺ですけれども、まあ、安くはなってきているけれども ちょっとマーケットにその悲観さっていうのが少し足りてないと思うのでもう少し下の方で待っていたいかなとは思っております、はい、でオプションの観点からもちょっと見てみたいんですが、はい、でこれがですねビットコインの12月31日エクスパイアリーのオプションの状況なんですねで、まあ、非常に多くポジションが積み上がっている レベル感なんですが現在のところから近くで言うと、えー、4万,6千4万5千近辺ななんでですよねなのでこの辺りに向けて、えー、下げてくるっていうのは一つ可能性としてはあるんじゃないかなと思うので、えー、短期的にやっぱりダウントレンドはまだ気をつけていたいねと。でちょっと前まで、えー、イーサーの方がまだ少し前向きなあの見方できるんじゃないかっていうふうに見ていたんですけれどもまあそれがどん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 下がってしまってきていて まあ現在のこのレベル間から一番近いところで,でかつ取引のボリュームが非常に多くあるレベル間っていうのが、まあ、3520なので,す、ね、なんでまあこの辺りを見てみると、まあ、3500割ってくる方向に大きな短期的な売りが、まあ、入ってもおかしくないかなと思っているので、まあ、この辺りはあのこの前まではちょっとアップサイドあるんじゃないかっていうふうには見ていたんですが、まあ、一旦はちょっと短期的にはダウンサイドを見ておいて まあこの年明け、このオプションのエクスパイアリが終わった後に、急反発みたいな感じはまあ,あるかもしれないので、3500前後のところのレベルで買えるようであれば、非常にいいんじゃないかなと思って、今ちょっとそのあたりで狙っていこうかなと思っております。はい。で、ここからまたニュース関連見ていきたいと思うんですが、ちょっとこれ2日前ぐらいの,、まあ、あのニュースというかコメントなんですけれども、えっ、ー、と、FTX の CO である、まあ、SBF というふうにまあ言われてますけれども、 サムさんですね、あのアフロの。で、彼が一つコメントを出していたんですが、よくマーケットでですね、レバレッジレシオがかなり高まってきてますねと、結構レバレッジ税がどうだどうだとかっていうコメントがあるんですけれども、まあ、実際はそんなに関係ないと思うよっていうようなことを言っていたんですね。で、これ結構今後も参考にはなると思うので、ちょっとご紹介させていただこうとかと思ったんですが、結構そのハイレバーの人たちっていうものは、そもそも、 大手じゃないと。大手じゃないというか大口じゃないと。やっぱり結構個人投資家で、そんなに資金がない人たちが、まあ、結構入ればの取引をする。もしくは入ればって言っても、5倍とか10倍とかっていうよりも、まあ、もっと入ればレッちな取引ですね。なの,のをするので、まあ、正直そこってあんまり見なくていいんじゃないっていうのが、まあ、彼の意見としてあるようです。で、実際彼は中の人間なので、まあ、いろんなフローとかも見えていると思うんですよね。 なのそのハイレバレッジの人たちがポジションを解消することでマーケットが崩れるっていうのもあの事実としてあるんですけれどもそうじゃなくてそこで一緒に売ってる人たちもやっぱり見ていかないといけないよねっていうのが、まあ、彼の中であの持ってる意見なんじゃないかなと思います。まあ,あのそこまでは言及してなかったんですがやっぱりそういった人たちをあの、まあ、売らせるために大口がその売ってるっていうのも、まあ、あるかと思うんですけれどもやっぱり重要なのは まあ本当にある意味現物だったりとかあのそういった大口のポジションを持っている人がどっちに動くかっていうところなので、まあ、そのレバレッジの人たちがどうだとかっていうよりもまあ実際に本当にレバなしとかでしっかりスポットで買ってる人たちの動きをしっかりと見ていくことが、まあ、流れをつかむ上で重要なんじゃないかっていうようなまあ記事でしたまあこれ結構参考になるなと思ったのであのご紹介をさせていただきましたはいで次なんですけれども、えー、現在ですね えー、イーサリアムのノンゼロバランス、まあ、その少しでもビットコインじゃなくてイーサリアム持っていれば、まあ、これにカウントされるんですけれども、まあ、それのアドレスの数がですねオールタイムハイを更新しましたよというような記事ですね、はいでまあ、一応こちらなんですか拡大してみると、えー、こんな感じになっていますとどん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 今上がってきていて、まあ、このイーサリアムの価格の,あのまあ調子がです、ね、あんまりよくはないんですけれども、まあ、NFT だったりとかっていうところの人気も 相まってですね今どんどん上昇しているような状況にありますでこれは潜在的に非常にいい傾向かなと思いますし,思いますし、まあ、これ今後も続いていくんではないかなと思うので、まあ、この辺りはそのイーサリアムを使ってる人がどれだけ増えてきてるか、まあ、今後買う人たちの潜在の数だと思うので、まあ、この辺りは注目して見ていきたいかなと思ってますまあただあの今の状況見ても分かる通り短期的にあの影響があるような えまあ数値ではないのでまあその辺りは頭に入れながら見ていきたいかなと思っておりますはい続いてはこちらのニュースなんですが、えー、皆さんボワード a p ットクラブあの非常に猿のですね NFT で人気になっているものをご存知かと思うんですけれども、まあ、それのまあ兄弟分というか派生してできているミュータント a p オットクラブというものがあるんですねでこちらのちょっとあの なんですかあのお化けみたいな感じの猿なんですが、まあ、これの取引きで、まあ、昨日非常に大きな4ミリオンを超える取引があったので、まあ、非常にあの注目を集めてますよというような記事となっています。でここ最近ですね非常にあの取引高だったりとかフロアの価格もですね1週間2週間ぐらいで倍になってきていて、えー、これ来年やっぱりゲームが出てくるというところもありますし、まあ、いろんな他の まあ例えばアディダスだったりとかまた新しく出てきているオジー・オズボーンさんとのコラボだったりとかっていうのもあって結構非常に注目が集まってきているとでこの辺り見てみるとやはりあのまあ投資という観点からなんですがあの安い NFT 買ってるよりもやっぱりこういうような話題性があるものを持っている方がいろいろとあの注目が集まりやすかったりとかコラボがあったりとかあとはまあコラボ、まあ、これも同じかもしれませんが企業が ここのシリーズとと一緒ににコラボすることによって、どん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 まあ相乗効果で価値が高まっていくっていうようなまあイベントがですね起きやすいのであのまあ結局どれを持ってるかっていうどれを買おうかって考えた時にまあ,ある程度やっぱりその注目度があったりとか名前があるものでないとまあ価値が上がってきづらいっていうのはこういったところを見ても正直あるかなと思いました。やっぱりこの NFT については、 好きだから買うっていう側面も、まあ、ある一方で、まあ、そのも買った NFT がどん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 値段下がっていくのは嫌じゃないですかでそう考えると、まあ、ある程度、まあ、クローン X もそうですけれどもみんなが欲しいと思うみんなが注目するものを、まあ、買わないとえ価値の保全という観点からは難しいのかなと思うので、まあ、やはり高いものがさらに高くなっていく人気があるものがさらに人気があの出ていくっていうような ストーリーリは今後も継続ししていいくのかなと思いますしあとはやっぱり企業もですねあの注目をされているような人例えばそのインフルエンサーだったりとかが持ってるようなシリーズ NFT のシリーズと一緒にコラボしたいっていうのもあるので、まあ、何か買うのであれば、まあ、あのこれを買うのがいいですよっていうわけじゃないんですけれどもそういった観点からも考えておかないと将来的な価値の下落は避けられないかなと思うので注目をまあしていきたい一つの関連の。 観点ニュースの観点かなと思ったのでご紹介をさせていただきました。はいということで、えー、皆さんいかがでしたでしょうかマーケット今全般的にはちょっと緩いような時代になってますけれども、えー、この緩い時代もう少し続きそうだなっていうのは、まあ、僕の,その肌感覚で申し訳ないんですけども、えー、今はあるかなと思ってます。まあ短期的な反発っていうのは一日、あのーまあの中であるとは思うんですけれども。 まだ安心して帰るような状況ではないのかなと思うのでもう少し僕はですね下で待っていたいかなと思っておりますはいということで、えー、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました、えー、残すところあと2日で2022年を迎えると2021年を終えるというところではありますけれども、えー、本当になんかいろ僕にとっては、えー、起こった一年でした、えー、結構ですねこの YouTube も本当にこの1年間で登録者 あのありがたいことに、えー、皆さんに登録していただいたこともあって、えー、増えたりですとかあとはチャンネル自体も2つに増やしたりとか、まあ、本当に結構いろんな活動が今年はできたこともあるので、まあ、まずそれ1年、えー、感謝したいなというような気持ちがいっぱいですで、また来年については、まあ、幅広くさらに多くの活動に対して、えー、取り組んでいきたいかなと思っているのでまあ、そういったところで,ですね皆さんにもいろいろと まあ発信というかですね、お伝えできるように頑張っていきたいなと思いますので、えー、まだあと2日ありますし、まあ、今年もまだまだよろしくお願いしますというところと、来年もですね、えー、何卒ぞよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。